はい、キヌです。今回から霊の様子がおかしいというアプリをやっていこうと思います。あ、怖いですね。なんか想像以上になんかちょっと怖くてびっくりしました今。この可愛い感じからこの顔になるとは誰が予想したでしょうか。ちょっと手が伸びたし、猫乗ってる。猫、おー、学生が来るまで他のゲームで遊んでて。いや、それはいいです。あ、学生ってこの人たちのことですね。ブログってなんだろう。おーと、前日のやつが見たいですね。7月9日、旧校舎で霊を見てしまったオカルト研究部初の快挙だ。ブログにこの霊の観察記録を書くことにする。一見普通の女の子のようだが、よく見ると明らかに人間じゃない。オカルト研究部員のブログ。7月9日ですね。7月10日、昨日と同じように隠れながら観察する。少し手足が伸びたみたいだ。霊も成長するんだろうか。いつもぬいぐるみを持っている。お気に入りらしい。あ、ぬいぐるみ、あ、本当ですね、持ってましたね。今度は頭に乗っただけでした。これはしばらくかかるかな。かかりそうだな。かかりそうですね。なのでちょっとカットしましょう。はい、この短時間で一つ分かったことがありました。女の子の生徒の方が魂の経験値が高いです。どうなるのか。あれ、ぬいぐるみの中に入っちゃってる。ではブログを見ましょう。ぬいぐるみと同化してしまった姿が変化していくようだ。驚かせた人から何かを吸い取っているように見える。それが変化した原因なのか。魂ですね。可愛らしいですよね。あー、可愛らしくなかった。ごめん、全然可愛らしくなかった。ではカットしましょう。はい、では次に行けそうなので行きましょう。なんか地味に怖いんですよね。普通の状態だと可愛らしいのに。足が生えましたね。あー、襟巻きトカゲみたいになってますね。やばいですね。なんか悪夢に見そう、悪夢にうなされそうな感じのフォルムですね。ではブログを見ましょう。蛇のような体に変化している。こいつに見られてはいけない気がする。絶対に見つからないよう気をつけた方が良さそうだ。最近無気力な生徒が増えてきているらしい。もしかして。あ、下あるんですね。この例の仕業なのだろうか。もしかして。あ、大丈夫そうですね。下にスライドできることを知りませんでした。若干日にちが空いてますね。12日から15日になったりとかはしてるようです。変化までに時間がかかるようですね。では一旦カットしましょう。はい、では進化できそうなので続きに行ってみたいと思います。次は何になるんだろうか。はいはいはい、髪の毛が手になりましたね。もうなんかこれはもう見るからに人間っぽくなくなってきちゃって悪霊と化してますね。完全にこれはもうダメです。悪霊です。人間っぽいとかなんか最初に言ってたのが間違いかのような感じですね。しかも猫ちゃんどこ行ったんだろう。ずっとぬいぐるみ持ってたはずなんですけどね。ぬいぐるみさんいませんね。ではブログを見ましょう。7月18日、3日空いてますね。旧校舎で女の子が軽く錯乱してガラスで腕を切ったという噂が耳に入った。この霊と何か関係があるのだろうか。どんどん姿を変えていく。この霊は一体何になろうとしているんだろう。少し恐ろしい。はい、ではカットしましょう。はい、続きを撮っていこうと思います。では早速行きましたね。
何になるんでしょうか。か、え、エビ、エビかな。うわ、怖。布団、布団、布団じゃないですね。なんかこう生物ですね。何の生物かちょっと分かりかねますが、はいはい。ではブログを見ましょう。これですね。やばい、霊と目が合ってしまったような気がする。今まで見つからずに観察してきたのに急いで家に逃げ帰ったが、クソ、あー落ち着かない。なんだか視線を感じる。もうそろそろ襲われそうな雰囲気ですね。これ何日後のやつなんでしょうか。前回から22日ですね。今4日目の出来事ですね。では、はい、次回までちょっとカットしましょう。はい、では続きを撮っていこうと思います。もう進化しますね。なんかやばそうな、うわー、なんか見たことあるぞ、このアニメみたいな、アニメ漫画とかでなんか見たことあるような感じになってますよ、これ。ではブログを見ましょうか。あれから1週間経った。変な夢にうなされるようになって体調も悪い。やはり原因はこの霊なのか。勇気を出して旧校舎に様子を見に行った。説明しづらい姿に変化している。そうですね、なんか骨みたいなのが両端から出ていて、下からは触手みたいな、で顔が5つ、周りに花びら。何も理解できない。その通りですね。7月29日。なんか前回よく見たらなんか可愛い顔してますね。7日、1週間ですね。1週間って書いてあったわ。はい、書いてありましたね。ではまたカットしましょう。次ぐらいでエンディングいきますかね。ではカットです。はい、では続きに行きたいと思います。何に変化するのでしょうか。おー、人の顔ではなくなりましたね。これは一体なんだ。口から得体の知れない口、どこが口、真ん中の顔が本体なんで、少しですね多分。では、ブログを見たいと思います。姿がどんどん理解を超えてきている。このまま放置していていいのか。でも正直自分から始めたこの観察だが、もうやめてしまいたい気持ちでいっぱいだ。関わってしまったことを後悔している。変な気配を感じる。8月12日ですね。もう1ヶ月ぐらい経ちましたかね。ではまたカットしたいと思います。はい、続きを撮っていこうと思います。なんかもうすぐエンディングかなとか思ってたんですが、結構先までありそうなので、今回の進化で一回切ってアップロードしたいと思います。こいつはどういう状態のやつだ。おお、口が前面に出てきてるって感じですかね。ベロ、ベロもう常に出ちゃってるよみたいな状況です。ではブログを見たいと思います。目が、たくさんの目が、目玉が僕をじっと見つめて、大きく裂けた口がにやりと笑っていた気がする。体の震えが止まらない。背後に気配を感じる。多分この部屋にいる。もう僕はどこにも逃げられない。1ヶ月で霊がだいぶ変化しましたね。それではまた次の動画は多分エンディングまでいきます。ではまたお会いいたしましょう。